旅のドラマは米子駅から。なんか一昔前にこのフレーズを口ずさんだような気がする。ここは JR 西日本山陰本線米子駅。旅を綴るそんな始まりのこのフレーズ。赤熊といい出雲市へと向かう特急やくもを見ながら、今回乗るのは先発16時26分発特急やくも24号岡山行き。岡山より新幹線で東京、大阪よりやってきた人をこの山陰の地へと導くこのやくも号。381系と呼ばれる国鉄型から使用されてきた振り子電車を用いていました。まもなくこの振り子車両、新しい車両へと置き換えがなされる予定です。その置き換え対象もね、魅力あるかもしれない。新型の機能を備えているとか聞いているんで、そこはまた注目すべきポイントですが、私は時代を遡ってしまったのでしょうか。もう行っちゃうのね。すまない。気をつけて行ってらっしゃい。まさかまたこの色と出会えるなんて誰が予想したでしょうか。昭和を終え、平成を駆け抜け、令和へと至ったこの時代に、国鉄色と呼ばれる伝統的な特急列車に用いられたこの色と、まさか令和の時代に再びこうして出会えるなんて、誰が予想したでしょうか。2回目というわけで、今回やくも24号、この復刻された国鉄特急色の旅をお送りしてまいります。米子を発車し、列車は山陰線を走行。右手に見えるあの山は大山、別名伯耆富士とも呼ばれております。その山陰線を進み、2駅伯耆大山を通過し、山陰線はここまで。ここを通過すると、山陰線から岡山方面伯備線へと転線し、日本海が近かった山陰線から今度は太平洋が近い山陽本線を目指し、険しい山あいを縦へ突っ切っていきます。伯備線に入ると、右手に見えた大山は左手へと移り、条件が合えば山の前方を見渡すことができます。さて、ここで座席周り紹介といきましょう。背面テーブルはご覧の通り、ペットボトルの置き場は2箇所あります。で、このヤクモ3×1改造されているんで、ちょっと一段高いんですよね。リクライニングも装備なんですが、ちょっと自分の座った座席だけアクシデントが発生しており、リクライニングのボタンがなんと効かなくなっていました。なんで実質ね、あの座席のクオリティが簡易リクライニング型という旧式のねものになっているんですよね。この時多分今はもう修理されて、ちゃんとリクライニング機構が効いていると思いますが、この撮影時に関しては一時的に座席も時代を遡っていました。この伯備線は対向の行き違い待ちが必要な単線区間。伯耆溝口ではここ最近入ってきた新人の引き波126だったかなとすれ違い、いや行き違い、なんかアクアライナーの運用がなくなって余裕ができたのか、伯備線にあの車が顔を出すようになりました。なんで今の伯備線で新しい車は何ですかと聞かれたら、あの引き波121、126となるはずです。さて、ちょっとここで豆知識といいますか、ヤクモのヘッドマークのことについてちょっと触れていこうと思います。ヘッドマークに描かれているヤクモの文字と、数えたら実はこの8つある雲、この2つの組み合わせによって出雲の国へと結ぶ特急列車というのを
乗る方々に見せてくれているんじゃないかという一説がございます。そしてこの列車名の八雲という由来ですが、八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣をぞ。ちょっとここはね、文明の力借りて調べたんですけれども、ヤマタノオロチを退治したスサノオが読んだ日本初の和歌となるみたいです。この歌の内容はどうやら八雲立つというところで出雲をまずは褒めて、その先八重垣作るその八重垣を、そして前方にあった妻ごみという部分、それらを組み合わすことで奥さんと一緒に住む新居の宮殿、今でいうところの家を褒める言葉を導き出している、それがすなわちスサノオたちの祝福をするものとなっているのではないかと言われているらしいです。ただね、この説明多分どっかが絶対間違ってると思いますんで、この説明を機に気になった方はね、もし身近に国語が得意な人とか、プロな人がいるんでしたら聞いてみてね、さらに深い沼に入っていただければなと思います。上杉を通過して上岩見を通過、この上杉と上岩見の間が結構離れてるんですよね。確か確定でも15分足らずの時間を要していたのかな。で、特急もね、結構な時間要してこの区間を走行していた記憶があります。いやー、懐かしいものをまた手にしたなと、なんとなくね、米子のイオンでこの串団子のね、みたらしを買ったんですけど、ちょっととある旅のね、リバイラルというか、懐かしい雰囲気をまた醸し出してくれたなと感じた場面でもありました。備中小次郎を通過し芸備線と合流、その後山和井を突っ切ると間もなくとある駅を通過します。自然の中に響く駆け抜ける音とともに、この山あいを通過するわけですが、その中に実は一つとある駅が存在しています。さっきねちらっと出たんでここで正解をお伝えするんですが、その駅とは布原駅。もともと信号場として開設されたこの駅 JR となり、こうして駅として昇格っていうんかなしたんですけど、伯備線の駅でありながら伯備線は一本も普通列車含め止まらない、いわゆる秘境駅となっております。あそこに泊まるのは芸備線直通の普通列車のみ、難易度も結構高めで行きづらい駅となってます。しかし米子方面からだと布原を通過すれば間もなく微笑まな、そんな雰囲気が個人的には感じたんですけれども、布原いや米子から約1時間を経て列車は新見に到着。どうやらこの日この新見の真ん中の線に湘南色と呼ばれる115系がいたんですけど、私ね反対側だったんで気づきませんでした。さて今まで単線だった伯備線ですが、新見駅を出てからは少しずつ伏線が増え始めていきます。伏線になれば何が起こるのか、八雲号も環境に関係なくスピードを思いっきり出してくれる場面が増えるもの、そうなればとっても楽しい区間が始まります。勢いよくトンネルに突っ込んだので速度を見てみれば100キロオーバー、八雲号104号、完璧、素晴らしい。報告駅では特急八雲との行き違い、この報告ではほぼ毎回と言っていいほど八雲号同士の行き違いが拝める駅となっています。今ではこう八雲として日常的に3パー1同士の行き違いが行われている駅ではあります。ただ間もなくするとこの光景も過去のものになってしまう。それはそうなんですが、それを言ってしまえば、
今ある全てのものが始まれば、それは全て過去のものへと移ってしまう。日常ほどとっても必要なものはどこにもありません。右手にふと目を落とすと桜並木がお出迎え。今はもう春なんですねと季節を告げる。私たちにそういうお出迎えをしてくれているとも感じ取れる一面だったりしました。山を駆け下り備中高橋を発車。この備中高橋からは岡山への生活圏内ともなっています。そしてこの先は全線複線化。さっき見た本気がより一層濃くなる時間の始まりです。そういえばさっき車内チャイムを2種類聞いていただいてたと思うんですけど、電子音バージョン鉄道唱歌とオルゴールバージョンの鉄道唱歌、皆さんはどちらの方が好みでしょうか。まあ、自分的にはどっちもね好きなんですけど、わずかながら電子音の方がねいいなとも感じました。みなげを通過し、山あいをものすごい勢いで振り子を利かせ駆け下っていき、列車は総社駅を通過。この総社からは吉備線と呼ばれる吉備路に沿った桃太郎線が岡山まで伸びています。そして総社からの区間は山あいというかもう住宅街といっていい区間。速度も100キロオーバーがほぼ出せる直線コース。もう乗ってて楽しいという概念で済まされないぐらいにね、最高の区間といっていいでしょう。電車同士のすれ違いって結構あるんですけど、こういった感じで役者同士のすれ違い、それがまた一つ見れるのがこの清根駅付近。この辺りも結構役者たちがすれ違うポイントだったんじゃないかな。とりあえずこの時と、まあ、情景含めの2回ともね清根付近ですれ違ったのは言うまでもありません。そして停車していた機動車は伊原鉄道伊原線。伊原なのか、まあ、伊原なのか、まあ、どっちでも自分はいいかなって思っているんですけど、この清根総社方面から広島の円町だ、じゃあ福山までを結んでいる路線となっています。車内に鉄道唱歌が鳴り響き、最後の白尾線の締めと言わんばかりな左方向への大きな大きなカーブを行けば、まもなく瀬戸内産のレモンがお出迎え、倉敷駅に到着です。白尾線はこの倉敷まで、この先の岡山までは山陽本線を進みます。で、結構この倉敷から岡山間っていうのが特急列車も需要すごく高いっていうのが最近分かったんですよね。この乗車の時もそうだったんですけど、お一人この役も乗りたいっていうので特急券をね、あの車掌さんに見せて乗って大丈夫ですかって聞いてる様子が見られましたし、その後日談にもなりますが、お一方ご年配の奥様がまた倉敷岡山間で役も利用するために自由席を探されていたというのもまた記憶に新しい一つです。結構この倉敷岡山間っていうのはね、新幹線との利用のために役も使うっていうので移動手段として成り立っているんだなっていうのが、こういったところから自分はね見て取れたように感じました。山陽線を走れば間もなくラストスパート、終点まではあと残りわずか。岡山の隣北長瀬を通過します。特急列車がねこうして思いっきり力強く駆け抜けるっていうのがまた素晴らしいですよね。右手に大きく曲がり、振り子を利かせ勢いよく足を進め、軽やかに年の瀬を感じさせない、そんな魅力をね見せてくれて
で最初の方からね、うすうす感づいてたと思うんですけれども、親子連れで一緒に乗ってた方がいてたんですけど、ちょっとその光景見た時ね、若干なんかうるっとくるなって思ったんですよ。っていうのもこの色と配色ですね。おじいちゃんも乗って、もしかしたらお父さんとかお母さんも乗って、この時5歳の男の子もいたのかな、結構電車に興味津々だったんですけど、おじいちゃんも乗って、お父さんやお母さんも乗って、自分は乗れなかったと思ったこの色にも出会い、そして乗っている、それはね多分この先一生とね思い出になるんじゃないかと思いますので、純粋のままちょっとくれたらなと思います。まあなんか妄想膨らませすぎだと言われるかもしれませんが、米子から2時間ほどの乗車を経て終着岡山に到着。日常と言わんばかりな帰宅ラッシュ真っただ中の光景が広がる中、4番乗り場に昔懐かしと感じる色の特急列車が入線し、こちらは逆にその一つの旅を終えようとしています。いや、やっぱりね、この現役の国鉄型の電車で、なおかつ昔の色でね、今の時代を駆け抜けているっていうのは、とってもね、奇跡とも言えるべき素晴らしいことだと思いますんでね、こういった今ある姿をね、後世に良い方向でね語り継ぐためにも、昔はこんなのがいたんだよっていうのをね、乗ったりしてもらって、実際に自分のね体で体感していただければと思います。乗るのも撮るのもいいんですけれどもね、その時代とかそういった背景を一歩工夫してね捉えることで、また一つね面白い要素を自分の中でも発見できるのではないかと思います。自分だったら今回この親子の世代、おじいちゃんも乗った、お父さんも乗った、次は僕も乗るんだっていうような雰囲気をね醸し出せるような光景に出会えれば何百倍嬉しいか。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。そういえばなんですけど、さっきあのヤクモが止まっている最中に、中線をね堂々と機動車が一両ね、なんか可愛らしく過ぎ去っていったんですよね。大都会なのによくやるなぁと思いながら呆然と眺めておりました。ご視聴ありがとうございました。